はいどうも、ディグロックのボーカルフリートークだそうです。今から5分から8分ほどお付き合いいただきます。よろしくお願いします。ですね、いくつかこのフリートーク質問項目がございます。主に内容はディグロックファーストライブフラッシュについてでございます。一つ目から参りましょう。2023年4月9日開催ディグロックファーストライブフラッシュへのご出演誠にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。すいません。ライブのご感想をお願いいたします。そうですか、楽しかったです。あんなにいい音作りがある環境でやらせていただけるっていうことはなかなかないですし、やっぱね、初めてディグロックの曲を僕が人前で歌ったので、そのテンションの上がり方といったら、うなぎ登りで、めちゃくちゃ失敗しまくるっていうね、一つ僕の中の課題ができたなーなんていうふうに思うんですけれども、トータルで言うとやりたいことはいろいろやらせていただきましたし、めちゃくちゃかっこいい演出をルビレにつけていただいたりとかしたので、すごくいい真っ赤な海が見られて僕は最高でした。そうですね、あとは曲なんかもね、今回歌わせていただいた中でやっぱりイグジスターは絶対にやりてえなと思ってたんで、やれてよかったですし、ノーリミットでね、限界なんてねえぞって思いながらこうやってたんだけど、しっかりやっぱりね、限界はあったかもしれないってちょっと思ってる節があるのはね、なんか自分に負けた気がする。いや、まだまだね、体は元気だったんだけどね。がなりすぎてちょっと一度水を含ませてくれって思いながらアンサー歌ってました。そんなこともありながらですね、無事にファーストライブも終わりまして、ファーストっていうことはね、セカンドもあるんでしょうから、その時はまたいい感じにね、セトリなど組みましてやらせていただければいいかなって、そうだといいなというふうに思っております。皆さんよろしくお願いします。次、ライブに参加した他のボーカリストのステージはいかがでしたか。これはですね、持たざる者の視点なんですけれども、お二方ともね、ハイトーンがすげえ綺麗なんですよ。で、 CD で聞いてても、音源で聞いててもやっぱり綺麗にそう出るなと思うし、ライブになるとやっぱお二方ともね、僕よりもはるかにライブ慣れしてらっしゃるお二方ですから、テンションも相まってすげえ聞き入っちゃうような高音が出てるんですよね。で、あんま聞いちゃうとあれかなと思って、ちょっとこう席を立ってみたりとかいろいろあれしてたんですけれども、いや、ひたすら輝いてましたね。で、もうインクロはインクロでね、ゆうまくんが急に踊り出すっていう、またねすごいな、肉体で表現するな、俺にはそれはできないなって思うし、逆にハウロなんかは豊永さんが不動のパフォーマンスをするっていう、で、その中でハウロのさ、ムーディーな雰囲気をこう表現しながら歌声に乗せていくっていう、組み合わせってやっぱりこうね、本人からすると動きたいっていうなんか気持ちがちょっとこう聞いたところあったみたいなんだけど、いや、今回はハウルだからこう不動で動かず、歌をパフォーマンスをやっていければななんていうようなことをね、先輩おっしゃってたんで、さすがだなと思いながら聞いてました。あと、そうだな、3人でね、歌わせていただいたんですよ。インクロのね、フェイス、あれ楽しかったですね。なんかあんなのまたやりたいですよね。3人で歌う感じのやつ、今後3人で歌うような楽曲がもしかしたらね、出てくるか否か分かりませんけれども、そんなことがあったらいいなって思っておりますよ。はい、何卒よろしくお願いします。続きまして、ディグロックを応援してくださっている皆様へメッセージをお願いいたします。なるほど。初めはそうだな、ロックバンドを主体にしたドラマ CD シリーズが始まって、で、そこに選んでいただけたっていうところからの、僕はディグロックとの、ルビレとの、アカネとの関わりのスタートだったので、まさかこうやってね、リアルライブをガッチガチにできるとは思ってなかったので、そこは本当にディグロックを愛してくださっている
ファンの皆様のお力のおかげだと思っております。ここまでディグロックを大きくしてくれて本当にありがとうございました。で、楽曲もね、初期の方から妥協してないんですよね。これは多分キーの問題で下げたり上げたりっていうのはもちろんあるんですけれども、そこ以外では本気で取り組んでますし、楽器隊の皆様も本気で音入れをして、全ての曲が、それぞれのバンドに合った音色になっているっていうところは、なんていうかロックバンドものとしてすごく芯を通しているんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まだまだそのリアルライブがファーストライブっていうところも相まってね、これからもまだ先がまた見えたなっていう気持ちが僕としてはあって、こういう形でもディグロックを皆さんにね、楽しんで引き続き楽しんでいただける、ようになっていけたらいいなと思っておりますんで、ライブももちろんなんですけれども、ドラマ CD の方とかもね、ぜひぜひ聴いていただけると、あとスピンオフでね、コミックスとかもいろいろありますから、心ゆくまでね、ディグロックの世界を楽しんでいただけるとありがたいなというふうに、思っております。はい、セカンドやるとしたらね、もうちょっと箱が広くなって、ゆくゆくは武道館か。お、あ、いいですね。あの武道館のもとに集うディグロッカーたち、いやいいですね。一度見てみたいですよね。僕武道館でやったことないんで、楽しみにしてます。ということで、以上古川でございました。あ、そして茜でございました。See you next again.